うございます。こんにちは、ひなたです。はい、ということで今日はですね、学校がある日のモーニングルーティンを撮っていきたいと思います。うわ、眠い。今本当に起きたばっかなんですけど、早速やっていきたいと思います。それではレッツゴー。ひなたチャンネル。今日はいい感じです。髪が昨日ちゃんと乾かしてアイロンも通したから。では化粧水を塗りたくります。最近さ、寒くなってきたじゃん。乾燥がひどくなってきたから、保湿は念入りにしたいところでございます。やっぱなんかアレルギーがさすごくて、猫のもうさ、本当に猫を触った手で顔とか触るともうすぐね、なんかブツブツができるんですよね。だから触ったら絶対手洗わないと本当にやばいんだけど、無意識に顔とか触っちゃうから、手洗ってない状態で猫触った後に無意識に触ると、あ、終わったってなる。めっちゃ絶望的になる。あ、これからここがブツブツになっていくんだろうな、やだなと思いながら、で案の定本当にブツブツが出てくるっていうね。猫アレルギーがひどいけど、でも本当にね、猫大好きなの。本当に悲しい。っていうか暗いよね。眩しい。うぶっす。ではお化粧をしていきます。これやっぱ王道だよね。あの今まで使ってたやつがなくなっちゃって、これにしてみたんですけど、やっぱいいこれ。このところどころ爪がないのはちょっと気にしないでね。マジで実家さ来るたびに毎回懐かしいなって思うんだよね。なんか家具が古いからなんかね懐かしく感じる。まあ家とかもそうなんだけど、やっぱ外結構田んぼとか植物が結構多いから、なんかやっぱ田舎ってなんかさ実家って感じする。どういうこと？なんか懐かしいなみたいな感じがする。でもやっぱりさ、田舎で生まれてよかったなって思う。なんか田舎が何気にね一番落ち着くんだよなっていうのに最近気づいた。でコンシーラーをずっと探してるんだけどないんだよね。なぜなぜめぐりはなんか最近さ歌う曲が古い曲ばっかなんだけど、どういうこと？流行りに乗ってください。誰ですか？どこに？どこのドイツ？あったねえ、やばい、出てきた。ブツブツ洗ったのに、わ最悪マジで。もう絶対メイクのり悪いやん。だるまあそう、今日ね学校に行くっていうことで勉強しに行くんですけど、まあ先生にちょっとわからないこととかもね聞きたいなって思って。でなんかね、学校はね e スポーツがあるらしくて、やばくない？ゲームだよゲーム。ちょっとそこにもさ行ってみたいなって思ってさ、そこにはね行ったことがなくて、そういうコースがあるんだけど、そこに入ってる子が行ける。
ちなみに今日のカラコンはいつもと違う色。私カラコンを毎回同じの使ってるんですよ。たまに変えるんですけど、超久しぶりに変えたって言ってもあんまりね、違いは分かんないと思うんですけど、今日は一日盛りだくさんですわよ。頑張っていきましょう。あ、間違えた。じゃあファンデファンデファンデ、最悪、絶対ノリ悪くなる。うわやばい、かゆい、どうしよう。わかる、これわかんないかな、カメラで見るとわかんない。なんかみんな通信制の高校って、もう私通信制の高校に通ってるんですけど、だからちょっとね、通信制の高校はどんな高校なのかっていうのがね、まあ、ちょっとでも伝わればいいかなと思って、多分通ってる子しか詳しいことはわからないと思うんですよね。だから今からっていうか動画で紹介しちゃいますね。最近さ、食事制限とか何もさ考えずにさ、何にも考えずに食生活あまり気にせずにしてたら、太りました。普通に太ったよね。普通になんかね、16時間ダイエットよね。そんなに辛くないんですけど、1日のうち8時間の間で食事を終わらせるっていうやつなんですけど、待って、マジで絶対すぐメイク終わらす。着替えております。これさ、毎回リボンをさつけるのもさ苦戦するんだよ。絶対やり方間違ってる。中学校の頃さ、リボンじゃなかったから、スカーフだったから、絶対間違ってる。ほらね、むずいんだよこれ。多分こう、いや、なんかさ、やっぱ制服とか着るとさ、なんか JK って感じする。私 JK だったんだって思い出してきた。お腹すいた、めちゃくちゃ。こう考えると中学校の頃に戻りたいなって思うかも。可愛いな、やっぱリボンって。カーディガンもこれルネサンス高校のやつなんですけど、可愛くない？冬とかだとさ、制服にいろんなの合わせられるじゃん。パーカーとかトレーナーとかカーディガンとか、かわいいよね。これがまたね、普段から毎日制服着てる子羨ましいなって思って着ちゃった。で、自分も毎日着ようかな。それで JK 気分になろうかな。てかもう JK なんだけど、 JK らしいことあんまできてないから、なんか今日すごい久々に学校行けて嬉しいですね。結構時間やばい。こんなにのんびりやってるんですけど、結構時間やばいので、ご飯を食べたいと思います。いただきます。今日は納豆ご飯とお味噌汁。
汁と、なんだっけやばい、出てこない、だし巻き卵とちくわですね。まあ、なんか学校の日って感じする。美味しい。通信制の高校は好きな時間に行けるので、なんか別に決まった時間に行かなくていいんですよ。そうなんだけど、今日は何時に行くって決めてるので、それまでに間に合わせたいんですけど、ちょっとね、なかなか時間が合わないですね。ちょっとのんびりすぎた。なんかそうやって制服着てるのさ、入学式以来ぐらい。まあ、でもめっちゃ久々。めっちゃ久しぶりに来たね。うん。でもやっぱ制服着ると JK って実感するよね。なんかひーちゃんの場合は、あの駅までと、あの自転車とかじゃないからね、行くのが。そうなんだよね。ね、そう、なんか自転車で通学とかなんか憧れる。え、その前に自転車乗れる？あ、自転車じゃない、電車だ。電車？電車って。間違えた。自転車乗れるはバカにしてる。だってさ、え、小学校低学年以来なんか乗ってるの見たことないですよ。うん、もうしかも自転車もなくなってるしね。うん、ないし、なし。うん、乗る機会ないよね。東京でも移動さ、電車だとかさ、だから自転車欲しい。自転車あるといいなとか思ったら、ね、あ、でもあるといいなと思うかも。やばいやばいやばいね、ちょっと急ぐか。うん、はい、ということでごちそうさまでした。はい、ということで、準備が終わったので学校に向かいたいと思います。行ってきます。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。ぶひ行ってきます。